皆さん、こんにちは。こんにちは。夏休み楽しんでますか？はい。あ、いいですね。今日はちょっと台風の中、ちょっと悪天候でしたけれども、一人でインク見上がる分子っていうのをですね、ぜひ面白さを体験して帰ってほしいなと思っております。で、今ご紹介していただいたようにですね、私、東京大学の工学部というところで、働いています。澤田と言います。で、いろんな分野があるんですけども、今日は応用化学科、化学をちょっと面白いというのを感じて帰ってほしいなと思っています。いいですね。じゃあ、小学生の方、どこですかね、テーブル、ここですね。はい、中学生の人、あ、そこです。で、あとは高校、そっちですね、高校生。はい。じゃあ、半分けして今日はいろいろ頭を使いますので、どのテーブルが一番賢いかと、頭がいいかっていうことを競うわけじゃないんですけども、みんなで頭の体操していきたいと思います。じゃあ早速お待たせしました。今日はですね、自己組織化と呼ばれる、これ自己組織化と呼ばれる、新しいものづくりを勉強してもらおうと思っています。まずですね、自己組織化っていう言葉聞いたことある人います？聞いたこと実はありますという、お父さんお母さん含めても大丈夫ですけども、大丈夫ですか？最近結構ニュースとか新聞とかでもちょっと取り上げられるようになった言葉ではあるんですけども、最先端の研究でこの自己組織化っていう言葉、すごく今注目されているキーワードになります。で、それは何なのかというとですね、自己組織化は一人でに組み上がる現象のこと、勝手に部品が組み上がっていくっていう、そういう現象のことになります。それが何が組み上がっていくのということをちょっと体験してもらおうかなと思っています。ここまでいいですね。自己組織化、一人でに組み上がること。じゃあ早速、ここはですね、東京大学ですので、皆さん早速問題解いてもらいたいと思います。例題、この2つの部品をですね、水中で混ぜ合わすと何かが組み上がります。さて何でしょう？いきなり難問ですかね。失笑に出てますけど、これまず例題ですので、まずこれに関しては答えを皆さんに教えますので、これ安心してください。この2つの部品、すごく何のことやらっていう感じがしますけれども、この部品がですね、模型で考えてもらうとですね、こっちの部品、金属の一種なんですけれども、この金属の一種が90度で手を結びたがっている、そういう部品です。で、こちらのこの六角形2つつながっているものはですね、180度で手を結びたがっている部品と、そう理解してください。で、手をですね、結びたがっているもの同士を結んであげると何が組み上がるでしょうかという問題になってます。いいですね。で、答えはですね、先に答え見せてしまいますけども、この部品を1対1で水の中にホイッと混ぜてあげると、この四角形の正方形分子が組み上がっていきます。いいですか。さっき言った通り、90度で手を結びたがっている人と180度で手を結びたがっている人同士を1対1で手を余らせることなく組み上げていくと、確かに無理がなく組み上がるっていうのはなんとなくイメージできますかね。ここまで大丈夫？いいですね。実際にこの物質2つをですね、水で混ぜると、実はこの正方形分子というものが 100% 全部これに組み上がっていきます。これが自己組織化の現象になります。いいですね。手に結びたがっているもの両者がハッピーですから、特に無理はないということはちょっと感じてもらえるかなと思います。で、ここでなんですけども、これ今
絵で描いてますけども、この正方形分子という物質はですね、大きさは1ナノメートルぐらい。ナノメートル知ってる人います？違う、聞いたことある。いいですね。ナノメートルは聞いたことありますか？ナノっていうのは結構最近よく新聞でも、1ナノメートルというすごく小さい大きさのものが組み上がるということになります。いいですね。1メートルってこれぐらいですね。1メートル。1ミリメートルは、まあ、習いますね。1ミリメートル。ミリっていうのは、どれぐらいの大きさかっていうと、1メートルを1000分の1にしますと。すごくちっちゃい、まあ、こんぐらいですね。まあ、目で見えるサイズを1ミリメートルの、まあ、大きさと言ってますね。で、1マイクロメートルというと、この1ミリメートルをさらに1000等分して、その一つの一つと1マイクロメートルがさらに1000分の1ということです。で、よく理科室とかにある顕微鏡ありますね。ちっちゃいものを見る顕微鏡で見ることができる、まあ、サイズとしてはこの1マイクロメートルの、まあ、物体はなんとか見えるかなと思います。で、この1ナノメートルというのはそのさらにその1000分の1、合計すると10億分の1メートルの10億分の1メートルの大きさでこれができていますので、当然ピンセットとか指とかでつまむことができないですし、普通の顕微鏡で覗いても全く見えない、それぐらいすごい小さい世界で起こっている現象と、まあ、そういうことをちょっと理解してみてください。まあ、そんな指ピンセットでもつまめないところで一人でにこう組み上がってくれる現象を使ってですね、それでいろんな面白いものを作っていこうということが今日お話しする内容になります。いいですね。この辺までは大丈夫ですか？はい。で、ここでちょっと分子って言われると小学生とかだとちょっとまだ習ってないかもしれないですね。高校生だと知ってるかもしれませんけれども、簡単に言っておきますと、分子っていうのは地球上のいろんなありとあらゆる物質がありますけれども、すべて分子が一番ちっちゃい物体としてできています。で、分子っていうのはそれぞれの物質の性質を、まあ、示す一番ちっちゃいものと思ってもらえばいいと思います。まあ、例えばそこに置いてある水、まあ人間が見ると液体にしか見えないんですけども、さっきの言ったように1ナノメートルとかナノメートルの世界までずっと細かく見ていくと、 H2O って習ったことありますかね。水素2つと酸素1つから水っていうのはできてますよと。 H2O っていう分子が無数に集まってそういう物質になってますよと、そういうことになっています。だから水もすごく小さく見ていくとこういう酸素と水素でできてますよと、まあ、そういう世界の、まあ、話を今しているということになります。いいですね。まあ、分子というのはそういうもので、まあ、そういう一番ちっちゃいものを物質を自己組織化によって作っていこうということになります。じゃあここまで理解できたということで、早速じゃあ今度は問題、この2つの部品をですね、まあ、パッと水で混ぜてあげると何かが組み上がります。さて何でしょうと。で、これさっきこの90度の底結びたがっているという金属の一種といった部品は同じですね。90度で手を結びたがっている。もう片方の方、これ有機物の一種なんですけれども、これはちょっと工夫してこの3方向に120度ずつ手を結びたがっていますよという部品を準備しました。さあ何ができるでしょうか。ちょっと考えてみてください。これパッと分かったら結構すごく頭いいと思います。で、ここでポイントなんですけれども、
こっちは手2本結びたがってますね。でこっち手3本結びたがってますので1対1だと手が余っちゃいますね。ですのでヒントを言うと実は6対4の比率で何かが組み上がります。この段階でちょっともう分かりますっていう人います？分かったらすごいですけども、TA の皆さんとか先生は多分これだけじゃ分からないと思います。でじゃあ早速ですね、何が組み上がるかちょっと考えてもらいたいと思います。じゃあ机にですね模型がありますので、これ組み立てて何が手を余すことがなく結んであげると何ができるかをちょっと体験してみてください。高校生チームはどうですか？ちょっと模型が硬いので大変ですけど、皆さんできましたかね。はい、じゃあ皆さんできてますね。はい、答えはもう皆さんできてますけども、この90度の手とですね120度の手を余らすことなくですね6対4の比率で混ぜるとこの形になるということになります。これは多分すごく立体的なものなので、もともとイメージできた人いました？これできてたら多分天才だと思います。実際やってみないとこれは分からないと思います。絵で示すとですねまたこうなりますね。この6個の90度のシールを貼ってある灰色のブロックとですね4つの三角形のプロペラみたいな部品を混ぜるとですね、水中で混ぜると実際にこの八面体というんですかね、正四面体というか八面体というか、そういう立体がですね 100% の周率で 100% でこれが組み上がります。これが自己組織化の現象になります。部品それぞれは90度で手を結びたがっている人と120度で手を結びたがっている部品なので、特に無理をしているわけではないですね。お互いハッピーな形になっていくと、それが自己組織化の現象になります。イメージ図で書きますけれども、合計10個、6個と4個の10個の部品が一人でにバーッと組み上がっていって、すべて水の中でこの八面体の分子になっていきます。いいですね。じゃあ早速問題その2、また登場しましたけど、この90度で手を結びたがっている金属の部品とちょっとバナナのように曲げた部品を準備しました。これを水の中にホイッと混ぜてあげると今度は何が組み上がるか頭の中でちょっとイメージしてみてください。いいですね。これ90度で手を結びたがっている部品同じと、ちょっと今度はバナナのように曲げた部品を作りました。で手の数見てもらえば分かるようにですね、今回はどっちも1対1ですね。1対1の比率で手は余らないと思います。ちょっと頭の中でどんなものができるか皆さんちょっと考えてみてください。さっきの八面体ほど難しい問題ではないです。すんなりと手を結んだらどうなるかなというのをこう画面ちょっと考えてみてください。
分かった人います？こうじゃないかっていう人があったらどんどん。はい、今手上がってました。何でもいいですよ。みんな分かってるけど恥ずかしいから言ってないだけですかね。いいですか。パッと頭の中イメージしてください。じゃあ簡単でしょうと、手をこう結んだらですね、この輪っかみたいになれば手を余らすことはないということになりますけど、分かった人います？実は分かっていたで大丈夫ですけど。あ、上がった。他いないですか？一人だけ。あ、分かった。これじゃないっていう人います？みんなこれでいいですか？じゃあ、はい、じゃあこれこう思った人いたらですね、これ三角、残念、惜しいです。実際にこれ実験してみてですね、水の中ホイッと混ぜてみるとどうなるかっていうの、答えはですね、バンと、さっきの輪っか2つがですね、テジタのマジックリングみたいに貫通して2つ輪っかができてしまうと。これが自己組織化で水の中で 100% これが組み上がるということになります。分かった人います？実は分かってたっていう人、いいですかね。これさっきの針金の模型とちょっと図が違いますけども、このモコモコした図、これが実際の分子の本当の大きさを濃縮尺で白いところとかここの丸とかのですね、縮尺を正しく表記した図になりますけども、この青色の輪っかとピンク色の輪っかで色分けしてますけども、この2つの輪っかが勝手に貫通したものが一人でに組み上がっていくと、そういう現象になります。まあ、多少は自己組織化すごいかなと思ってもらえるかなと思います。でこれはなんでこういうことになるかというとですね、この PD って書いてあるこれ、金属は水が大好きです。水に溶けたがるもので、こっちはですね油のような性質を持っている部品ですけれども、両者が手を結ぶと水に溶けるんですけれども、ここのバナナのように曲がっている部品はですね、まあ油の一種のようなものなので、水となるべく触れ合いたくないですよと。でも水にパラジウム、このパラジウムという金属とですね手を結ぶと水に溶けてですね、なるべく接触面積を減らしたくなっていくと。となると輪が貫通した方が分子はハッピーなわけですね。ということで一人でにですね、分子は手を結びたいし水とも触れ合いたくないので、こういうマジックリングの形になっていきますよと、まあそういう理由ということを分かってもらえばいいかなと思います。いいですね。これは問題でした。でこれもっとすごい構造分子が作れるんですけども、今度はですねこの90度ここにあった部品をちょっと取っ払ってですね、十字に4方向90度で4方向手を結べるものとですね、ちょっとだけまっすぐじゃなくてちょっとだけ曲げた部品を準備して混ぜてあげるとどんなのが組み上がるかと、これはもう答えを見せますけれども、この部品1に対してこっちが手2本ですので2倍量が必要なんですけれども、1対2の比率で混ぜるとどうなるか、これは日本科学未来館さんが昔作ってくれた自己組織化のイメージのムービーですけど、溶液の中でこういうふうにたくさんの部品がですね勝手に集まってきて、こういう多面体のこういう分子に自己組織化する、一人でに組み上がる、これが 100% 組み上がっていきますよと、そういうことになります。まあ、ここまでいけば多少は自己組織化すごいじゃん、すごいじゃんって思ってくれるかなと思います。まあ、そういうことで理解していただければいいかなと思います。でさっきの部品の図で書くとですね、今でムービーで お見せしたものは12個のこの部品と24個のこの部品、合計36個の部品がですね一人でに集まってきて、
こういった丸いといいますか多面体の形に一人でに組み上がっていくよ、そういう現象になります。でちょっと分かりづらいんですけども、これは実は多面体の一種で、三角形と四角形を組み合わせた立方八面体という、まあ、そういう多面体になります。そういう立方八面体の多面体に一人でに部品が組み上がっていきますよと、そういうことを私たちの研究室で昔発見しています。じゃあこれが八面体、今の立方八面体なんですけれども、ちょっと今最近どんな最先端ではどこまで行っているかっていうのをちょっとご紹介します。さっきのこの折れ曲がっている手の角度ですね、これをちょっと単純にちょっと広げてってみたらどうなるかと、そういう簡単なアイディアなんですけども、広げていくとですね、どんどんすごくゴージャスな多面体になっていくということがもうすでに分かっています。今ムービーで見せてあげました、これは36個の12個と24個から組み上がるものはですね、2004年に出来上がりました。でもう一個大きいやつ24個と48個の部品がですね、一人で組み上がるものは2010年で、2年前ですね、2016年には30個と60個のこういったパーツ、合計90個のものが一人でに組み上がって、こういった多面体、もっとすごいゴージャスな多面体になっていくということがもう今分かってきています。ですので結構こういった目で見えないピンセットでつまめない世界ですので、こういったものが本当にできているかっていうことを証明するのは結構難しいので、まあ各6年ぐらいかかっていますけれども、まあ僕たちもまだ作れていない60個と120個の多面体とかですね、例えば皆さん大学に入った頃にこういうのを作ってくれる人が出てくれたらなというふうに思っています。これはまだできていません。まあこういった多面体、どんな分子なのかっていうのを簡単にご紹介します。2010年に24個のこのオレンジ色の玉とですね、48個のこの青色の部品からなる多面体はですね、こういった形をしているということが実験から分かりました。で一番最新のものですね、2016年にできたものはですね、30個と60個の部品から、まあ、すごく大きな多数の部品から 100% こういったものが組み上がっていきますよということが分かってきました。まあ、これが自己組織化で出来上がる分子になります。まあ、ここまでを簡単にな言葉でまとめますと、まあ、ジグソーパズルをすごく小さな世界でやってますよと、部品をちょっと設計してあげてですね、どういった各ピースがですね、ジグソーパズルのピースが居心地がハマりがいいところはどこかなっていうことを考えてみると、まあいろんな多面体とかマジックリングみたいな、そういったものが実は目で見えないピンセットも使えない世界で作ることができますよ、自然に組み上がっていくと、そういったものづくりができますよということになります。まあまとめると、この正方形八面体、もっともっとゴージャスな多面体というものが作れます。でこれはまだほんの一例で、実はこういった部品の組み合わせ方っていうのは本当に無限にありますので、アイデア次第でいろんな面白い形が多分できると思います。ここまでで、じゃあ一旦質問はありますか。分かんなかったところとかありましたら大丈夫ですか。ここまでは大丈夫ですかね。結構最先端の今やっている研究の内容ですので、問題がいきなり分からなかったといってショックを受けなくて大丈夫です。皆さんなかなか難しい問題だと思います。じゃあどんどん次に行きたいと思います。じゃあこうやって組み上がる多面体、これはですね、実は中に
今日作ってもらったあの模型にも見てもらえば分かるようにですね、中空洞が空いています。すごく小さいスケールのですね、ナノメートルのサイズの空間が空いているということで、これはあのナノ空間というすごく小さいあの空間が持っていますよと。絵で示すと、この黄色で示したように、まあ、いろんな大きさのナノ空間というものが実は出来上がります。これをちょっと体験してもらいたいなと思っています。で、あの今日はですね、いろんな多面体があるんですけれども、この、 あの模型で作った8面体の、 あのナノ空間についてちょっと体験してもらいたいなと思っています。今日あの模型で作ってもらった8面体、これに中にですね、実はこれより小さい分子を中に閉じ込めることが実はできます。その例をここに示してますけども、例えばこのつづらっていうんですかね、あのつづらみたいな、あの太鼓みたいな、和太鼓みたいな形をした小さい分子はですね、4つきれいにこの8面体の中にあの入っていくっていうことが実はあの分かっています。で、こちらのちょっとメガネみたいな形をした小さい分子は、これもまあ4つこういった形で8面体の中にあの中に入っていくということが、閉じ込めることができるということをあの見つけています。まあ、いろんな分子っていうのは形がありますので、他にもこのニョロニョロニョロっとしたあの紐みたいな分子はこう十字に2つに入っていきますし、他のこのなんていうんですかね、この黄緑色の形をした分子は3つぴったりこの中に入っていく、まあ、いろんな形の分子、小さい分子が中に入っていくということを、あの実はそういった中に閉じ込めることもできますよ。なんで中に入っていくんでしょうか。これもあの原理としてはさっき言ったこととすごく似ています。このコーナーにあの皆さんの模型でいいところ の、 あの灰色の部分ですね、ここはあのイメージを持ってもらいたいんですけども、プラス の、 あの電荷プラスに帯びています。プラスに帯びていて、どうしたいかというと、親水性といって水とすごく混じりたがっている、混ざり合う性質を持っている部品です。ですが、この三角形のこのパネルになっているところですね、あの皆さんの模型でいいところの白いところと黒いところですね、そこの部分は疎水性と呼んで、水と混ざりたくないですよと、水と触れ合いたくないですよという性質を持っています。ですので、中にその中にものが、小さい分子が入っていきますよっていう原理はですね、例えば皆さんあの石鹸であの油汚れをですね、石鹸落ちますよね。それはなんで落ちるのかっていうのと原理は基本的に同じです。石鹸のあの外側に水と触れ合いたくなっているあのところとですね、中にあの油と混じりたがっているものっていうところが泡ですね、できていて、そこに油汚れっていうのが中に取り込まれて、そしてあの出ていくという形になります。ですが、この8面体っていうのはすごく正確なナノメートルのサイズで、正確な8面体の形を持っていますので、ずっと石鹸よりも正確なことが、精密なことができますよと。精密にどの小さい分子を捕らまえるか捕らまえないかっていうことを、あの実はあの認識することができます。それをじゃあ次はあの実験でちょっと体験してもらいたいと思います。じゃあ今度は実験開始したいと思いますので、 TA の皆さん、あのスイッチをお願いします。加熱をしてください。じゃあですね、あのちょっと簡単な実験を体験してもらいたいんですけども、各テーブルにあの試験管が置いてます。で、試験管に今入っている水なんですけども、これは実は今言っている8面体がちゃんと溶けている水になります。よく見てみてください。目で8面体見えますか？見える人います？見えたっていう人、大丈夫ですかね。あのちょっと黄色っぽく色はついていますけども、多分目で8面体がいるっていうのは絶対見えない、それぐらいあの小さい10億分の1ぐらいのメートルのサイズになりますので、
その液の中にこの八面体分子が、あらかじめ溶けています。これにじゃあ小さいものを入れてみようということをちょっと体験してみてもらいたいと思います。ちなみにその試験管の中に入っているこの白い棒ですね、これは磁石になっていて、今からこの混ぜていく磁石を使ってぐるぐる混ぜるのに入れてます。TA のお兄さん、どうやって混ぜるかっていうのを見てみるといいと思います。じゃあ早速、ではフェロセンというオレンジ色の粉を試験管に入れて、八面体の中にものを入れてみましょう。じゃあ TA の方、前にフェロセンの粉を取りに来てください。この下に磁石がぐるぐる回っているので、その白いやつがぐるぐる回って、これで混ぜ合わせることができますよ。皆さん実験成功しました。大丈夫ですかね。はい、じゃあ赤紫色ちゃんとなってますかね。こんなふうにですね、八面体自身は目では全く見えないんですけども、何か物が入った時に色が変わったりしてですね、すごく10億分の1のメートルのすごく小さい世界ですけども、こういうふうに目で変化が見えることも結構あります。いいですね。オレンジ色の粉入れたので、普通に溶けたらオレンジ色なのが当たり前ですね。ですけども、赤紫色というヘンテコリンな色になったということは、この八面体とそのフェロセンというオレンジ色の粉が何か相互作用しているというふうに理解すればいいと思います。実際に起こっていることは、さっき言ったつづらの、これがフェロセンなんですけれども、このちっちゃい分子が4つパンパンにその八面体の中にパンパンに入ってですね、このぴったりとこの八面体の中でくっついていると、それでちょっと色が変わったということを皆さんは今そこで見ているということになります。いいですね。オレンジ色の粉、水に溶けてもオレンジ色が普通ですけれども、このフェロセンという粉とですね、この八面体がパンパンに入ってですね、違う色を出したということになります。フェロセンはちょっと水に溶けないので、ここに縁に残っている粉、オレンジ色の見えるかもしれないですけれども、これが入ってない、ただプカプカ浮いているフェロセンの色ですね。で、下の水のところは赤紫色に多分なっていると思います。これがすごく小さい世界で起こっている現象を目で見ているということになります。じゃあ物が入って色が変わるということで、じゃあまたもう一つ実験をしてもらいたいと思います。残っている ABC と書いた試験管にもですね、同じように八面体を溶かしています。八面体を溶かした水ですけれども、ここの ABC の試験管に皆さんそれぞれ分担してですね、ものを入れてもらいたいと思います。 A の試験管は今からお渡ししますけれども、ペリレンという粉を入れてもらいます。で、 B はシスデカリンという無色の液体を混ぜてください。で、 C はですね、ペリレンとシスデカリンどっちも入れる。さて ABC 何が起こっているでしょうかと、問題として物が入ったのは ABC どれでしょうかということを実験してもらいたいと思います。じゃあまたペリレンとシスデカリンを TA のお兄さん取りに来てください。
どうですか、色変わってますか。おお、もうちょっとボンって入れてもいいと思うよ。 C とか。じゃあ大体受験は終わりましたかね。大体どのテーブルも色が変わったとものがあると思いますけども、いいですね。黄色いコナー入れた A、 B は無色透明の液体を入れた B でしたね。で C は黄色いコナーと無色透明の両方入れたものですけども、明らかにその入れたものと違う試験管を出しているのは ABC どれですか。 C、 正解。ということは A と B は特にあんまり面白いことは起こってなくてですね、 C だけ何か面白いことは起こっているということをまあ示していますね。実際にあの物が入ったの正解は C ということになります。でここの C の試験管、写真で貼っているようなすごい真っ赤な色になってる、多分なってますね。はい。で、まあ、A はうっすらちょっと黄色み、ちょっとオレンジを帯びたかなという感じですね。 B はまあ無色のものを入れてほとんど色変わってないかなという気がします。で C は明らかに真っ赤になってですね、あの明らかに何か違うことが起こっているということで、あの実際にものが入ったというのは正解は C でした。それをあの起こった現象、今見た真っ赤なもの何なのかっていうのをあの説明するとですね、あのこの座布団みたいな平らなペリレンっていう黄色い粉、これとシスデカリンっていうのはこの丸っこいモコモコとした分子の形を実は持っています。それを両者を混ぜてあげるとですね、実はこの八面体の中の空洞ですね、ナノ空間と呼んでいる空間にですね、実はすごいぴったりはまります。ぴったりバシッとはまってですね、この八面体と強くあの相互作用というものが起こってですね、全く違う色、真っ赤な色をあの出したということになります。この八面体というのはすごく正確なナノメートルの世界での八面体の形してますので、あの形があの定まっていない石鹸とかではですね、こういったいきなりシスデカリンとペリレンを混ぜて真っ赤になるといった現象は絶対に起こりません。正確に両者があるときだけこういった現象が起こります。実際に A と B の試験管ではペリレン、この座布団みたいなものは中には一応入ってくるんですけども、ブカブカしていてすぐ抜けてしまいます。でシスデカリンの形もこんな形なんですけども、それでもちょっとブカブカしていて収まりが良くないです。ペリレンとシスデカリン両方を混ぜてあげると、さっき図で示したようにすごくぴったりはまって、中に両者でペアで包摂される、あの中に包摂される、取り込まれるということですね、ことが起こります。ここに書いてますね。そういったあの正確なことがこういった自己組織化で作られる多面体ではできますよということになります。まあ、それをあの目で見てもらったと、まあ、そういう実験になります。これがあの今真っ赤になっているところのぴったりとはまっているあの2つの分子がペアの時だけ中に入っていきますよと。このモコモコの図っていうのはさっきも言いましたけれども、この針金ではあの形が分かりやすいので針金で表示してますけど、実際の分子はこういったモコモコっとしたあの大きさを持っていますので、この八面体の中にぴったりと実はあのはまる、そういった大きさと形をしています。まあ、逆に言い換えるとですね、このシスデカリンとペリレンっていうのはそれぞれ単独で溶液の中に入れてあげてもお互いあの引き合うことは特にありません。全くあの近寄っていくあの性質はないんですけども、
こういったあの八面体 の, あのナノ空間というものをあの溶液の中に準備してあげると、その時だけにこの両者は接近してきますよと。全くあのプラスとマイナスで引いているあの磁石のように引っ張り合っているわけでもない、そういう両者がですね、その小さい空間の中だけでパッと引っつかせることができますよ、まあ、そういったことが実はできますよと。まあ、そ の, あのペアで何か物を入れて何ができるんですかっていうことはちょっと疑問に思うと思いますけども、あのこの別の分子ですけど、ピンクのものと青色のものをですねペアで入れてあげると、例えばあのちょっと熱してあげるとですね、このピンクと青で実は化学結合、手をバシッと結んでですね、全く緑色 の, あの別の分子に変わるという化学反応っていうのを起こすことができますよと。普通ではあの普通の水の中ではこのピンクと青は接近してこないので反応は起こりません。ですけども、こういった空間を準備してあげた時だけ特別に反応を起こしたりといったことが実は可能になっていきます。まあ、いろんなあの物体をですね作るというのは化学反応でできているんですけど、皆さんの体も化学反応がたくさん起こっている、あの生物もそうですね、なんですけども、あの普通じゃ起こらない反応っていうのが起こったりしますよと、まあ、そういったあの性質を持っています。ここまであのいいですかね、質問あれば。一旦あの1時間過ぎましたので、ここであの質問タイム、またはあの休憩を入れたいと思いますので、何か質問があるときはあの TA のお兄さんとか僕にあのいつでも聞いてください。